クレーン移動式クレーン、積載系トラッククレーン積載系トラッククレーン、小賀ユニック製クレーン搭載のキャンター救助工作者、積載系トラッククレーンは、通常のトラックのシャーシをサブフレームで補強し、積み下ろし用のクレーン装置と貨物積載用の荷台を備えている移動式クレーンである。一般的には、キャブバッククレーン車と呼ばれるが、 コ賀ユニック株式会社の積載系トラッククレーンの商標ユニックが普通名称化し一般的にユニックと呼ばれることも多い。これに対してただのではカーゴクレーン、新名和工業では CB クレーンと呼ぶ。クレーン装置をトラックの二台部シャーシに仮装し一つの原動機で走行とクレーン作業を行うもので、 吊り上げ荷重3トン未満のものが多く使用されている。クレーンの操作は、機体速報で行う方式が多く用いられているが、安全面から、リモコンやラジコンでの操作方式も増加している。運転席と荷台の隙間部分に、クレーンがある、キャブバック型、荷台内に、クレーンがある、荷台内仮想型が大多数を占めるが、荷台後部に、クレーンがついている。 リアオーバーハング型の機種もある。積載系トラッククレーンには、ただの部式と折り曲式のブームタイプがあり、国内では、ただの部式が9割以上である。また、主に搭載されるのは2トンクラス以上だが稀に1から1.5トンクラスの小型トラック、さらには、軽トラックにまで搭載されることがある。トラッククレーンは、シングルキャビン、タイラボディ型2台への仮装が、 一般的だが、ダブルキャブ車への仮装、オープントップ型のバン、ダンプ付き2台への仮装が行われることもある。トラッククレーン付き車両を新車購入したユーザーが現れた場合、カタログモデルとして用意されている車型から選択する他に、車種メーカーが注文を受け、各クレーンメーカーからクレーン本体一式を購入し、仮装業者の手でクレーン一式が取り付けられた後、 改造車として、車検を取得して、ユーザーのもとへ納車される。キャブバッククレーンの場合、一般に、リアブーム格納が、標準とされるが、これは、車両の全軸耐荷重に関するものと、前方と質量等の規制による。積載重量が、車両の最大積載量以下であっても、リアブーム格納の車両で、フロントブーム格納とした場合は、全軸の許容軸重を超過して、 タイヤのバーストや、ホイールボルトの破断など重大事故につながる恐れもある、ほか、乗車積載方法違反となる場合がある。積載系トラッククレーンの代名詞となっている、ユニッククレーンの歴史を以下に記す。積載系トラッククレーンは、運輸業、土木建築業、設備工事業、造園業、石材業、コンクリート業、木材パルプ業、レンタル業等で使用され、 積載2トンの小型車から10トンを超える大型車まで仮想対応可能となっている。レッカー業や自動車整備業ではクレーンを装備した車両を積載車が見られ、また近年ではクレーンを搭載した救助工作車が特別救助隊によって交通事故や重量もの挟まれ事故等で使用されている。ブーム伸縮は 発売当初の手動式から、現在では、油圧シリンダとワイヤーロープの組み合わせにより、全自動となった。用途に応じて2段から6段ブームまで選択できる。当初、ブーム断面形状は四角形だった。コ賀ユニックは、1987年に、軽くて強い六角形断面形状を採用した。ただのは、2012年に、プライムエコ仕様を設定し、 70kg 級、高張力鋼板を使用した1枚板構造の七角形断面を採用した。積載系トラッククレーンは、トラックの機能を低下させることなく、クレーン性能を向上させることを目指している。そのためには、クレーン自体をより軽く、コンパクトにし、滑走時のボディカット量を最小にすることが求められている。現在は、ブーム、コラム、 起伏シリンダの位置関係がコンパクトにまとまり、ブーム最大起伏角度を大きくし、広範囲の作業が可能になった。設定圧力は、発売当初7 0ラム C 平方メートルだったものが現在は2 1 0ラム C 平方メートルと高圧力化が進み、性能向上の大きな要因となった。コントロールバルブの進歩が、作業のスムーズさ、 二つ以上の作動の連動性、リモコンなじコンの操作性の向上に大きく寄与した。また、オートアクセル機構、フック自動格納装置、フック自動連動装置等も操作性向上の要因である。安全装置について、吊り上げ荷重が3トン未満の積載系トラッククレーンには、過負荷防止装置の装着が義務付けられていないが、アウトリガが浮き上がる前に、 クレーンの作動を自動停止し、転倒事故を防止する装置。クレーン構造規格で装着が義務付けられており、以前は警報を発するものが主だったが、最近は自動停止するものが主となっている。荷重検出機で2の重量を測定し、デジタル表示する。ブーム、またはアウトリガが未確納状態で駐車ブレーキを解除した、時、警告する装置。 車両保管時、クレーンのアウトリガーを設置状態のままクレーンキースイッチをオフにし、車両を盗難から守る装置。積載系トラッククレーンは、仮想トラックのディーゼルエンジンの動力で、油圧ポンプを駆動し、油圧でクレーンを作動させる。燃費効率を向上させるためには、エンジン回転数を下げ、油圧ポンプ回転数を下げ、クレーンの油圧回路に流れる。 作動輸入量をできるだけ少なくすることが有効である。この点に着目して低燃費化が進められてきた。積載系トラッククレーンの点灯による災害は1996年に17件となっている。点灯時のクレーン動作としては旋回による場合が最も多い。3トン以上の移動式クレーンに比べて簡易的な安全装置しか設置していないことや、 以下の性能特性が人為的ミスにつながりやすいとの指摘がある。2004年から2008年までの5年間で移動式クレーンでの死亡災害は243名であった。そのうち積載系トラッククレーンが88名を占めている。また、機体の接損、倒壊、転倒に起因する死亡災害は移動式クレーン全体54名の うち積載系トラッククレーンが39名を占めている。このことから、積載系トラッククレーンは、機体の接損、倒壊、転倒に起因する死亡災害の割合が多いと言える。クレーン装置はすべて油圧駆動のため、アウトリガーも油圧シリンダーで駆動されている。荷重系過負荷防止装置。 モーメントリミッター等の安全装置が装備されているが、安全装置を切ったり無理な操作が原因で横転する、事故も多発している。積載系トラッククレーンは、吊り上げ能力が TT と、バリエーションも豊富で、4.9トン以下のものは、小型移動式クレーンと呼ばれている。装備しているブームは、テレスコピックブームであるため、ブームの組み立てが不要であり、 現場到着後ブームとアウトリガーを伸ばせば作業が即可能な状態になり、また作業終了後ブームとアウトリガーを収納すれば、そのまま現場から帰ることができる。ブームの起伏は、ブーム起伏シリンダーによって行われている。移動式クレーンには、以下の関係法令がある。その他、公道を走行する場合は、道路運送車両法の保安基準に適合している、必要がある。 内容及び実施期間は運転する移動式クレーンの吊り上げ性能によって異なる。内容及び実施期間は運転する移動式クレーンの吊り上げ性能によって異なる。なお、中型限定免許の場合は車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満が上限となる。なお、準中型限定免許の場合は車両総重量5トン未満、 最大積載量3トン未満が上限となる。クレーン等安全規則。e ガブ法令検索。総務省行政管理局。2020年1月25日閲覧。2019年11月1日試行文。秋田誠総2009。P13 から16。フロントブーム格納とすると積載量が確保できない。車両の設計荷重を超過するなど。 保安基準により、フロントオーバーハングの突出量は、ホイールベースの3分の2以下、クレーンを除いた、車両最前部から、クレーンブーム前端までの距離は1メートル以下、クレーンブームの前端は、地上1.8メートル以上にあることが求められる。ABC 以下の雪を2007、P16 から23、ただの2012、AB サムカワ厚史2011、 P6 から10、AB 片山修九1998、P52 から56、寒川徳志2010、P22 から30、建設業振興2007年6月号、P8ABC 村松達之2008、P15 から23。ありがとうございます。